スウェーデンレトビック市のチクタクラブメンバーが来市、妖怪地消防署初期消火競技大会ミーゴ琵琶国札サッカー試合イベントのお知らせ、この3つの話題をお伝えします。コーナーは訪問元気な企業さんです。山上町にある瞳ワイナリーをご紹介します。移りゆく景色とともにくつろぎ空間と季節の料理のおもてなし、至福の時間をあなたへ、クレフィール琴を。東近江電気機構小松保育園、平田幼稚園の園児たちの様子をお送りします。まず最初の話題です。東近江市の姉妹都市の一つ、スウェーデンレトビック市の柔道クラブのメンバーが10月11日から東近江市を訪れ交流を深めています。今回東近江市を訪問したのはレトビック市の柔道クラブのベニー・ニスロームさん、ジム・ティリンさん、マツ・ラッカールさんです。3人は11日に東近江市に到着し、市長の表敬訪問のほか市内の見学や歓迎会などに参加し、市民らと交流を深めています。この日はスポーツ省に所属する柔道チーム古藤連戦館のもとを訪れ練習風景を見学しました。礼儀正しく真剣な眼差しで取り組む子どもたちにメンバーらも注目し、指導者らから話を聞いていました。またメンバーが子どもたちと乱取りする時間も設けられ、互いに技を掛け合って交流していました。Japanese judo is the best in the world. That's why we are here. Very much Otsukomi, and we will develop very much about doing this judo. We will bring back home with us a lot of long knowledge from this dojo, and we think we can learn our kids very much from this. They are really good.日本の柔道がすごく良かったということと、打ち込みっていうのがすごく今までやったことなかったので良かったということと、それから、この日本の子供たちのやってることを、スウェーデンに帰ってもやりたいというようなことを言っております。なお柔道クラブメンバーは17日月曜日まで東近江市に滞在するということです。柔道着似合っていらっしゃいましたね。こうして柔道を通して交流することでさらに絆が深まりそうですね。では続いての話題です。職場から防火の輪を広げ、火災のない明るい社会を築こうと10月13日木曜日